30周年を迎える J リーグのシーズン到来を告げる一戦は、昨季 J1 王者の横浜 F ・マリノスが、天皇杯王者の J2 ヴァンフォーレ甲府に2対1で勝利した。6度目の出場で初めてタイトルを手にした、甲府の下克上完結はならなかった。天皇杯で札幌、鳥栖、福岡、鹿島、広島と J1 勢を連覇して頂点に立ったが、ラスボスの J1 王者の壁は高かった。今季加入した38歳の FW 豊のスーパーハイ最年長弾で一時は同点に追いついたが、最後は突き放された天皇杯決勝の PK 戦、5人目のキッカーで初優勝を引き寄せた42歳の DF 山本秀臣が先発フル出場した。J1 最強の攻撃を体感し、個々の能力が高く、一糸乱れぬ動きがあった、と振り返り、自分たちも、マリノスのようなチームになれるよう、努力しないといけないと改めて感じた、と1週間後のホームでの J2 開幕戦、18日、対山形を見据えた、敗れはしたが、FW 水野颯太、桐蔭横浜大、DF 三浦颯太、日体大、が大卒1年目の選手が先発し躍動し、今季から挑む4バックが機能したことも収穫だった。山本は、この試合のテンションを持って、秋まで走り続けたい。王者に善戦した自信と、負けた悔しさを胸に、J1 昇格に挑戦する。